よいしょ。皆さんこんにちは、スプラウトの黒坂です。動画をご視聴の皆様、新年明けましておめでとうございます。2023年動画を見てくださった皆様、本当にありがとうございます。2024年今年もいろんな動画を上げていけたらと思いますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。はい、新年一発目の動画ですね。5分でわかる観葉植物シリーズやっていこうと思いますが、本日ご紹介するのはこちらの植物になっております。皆さんこれもう見てわかりますか？どうですか？はい、ここにね大きいのもあるんですけど、はい、こちらの植物ガジュマルですね。こちらのガジュマルですね、とても花言葉が縁起がよくって、健康とかたくさんの幸せだったりっていう意味があります。新年一発目の動画なので、ぜひ皆さんに今年一年健康でたくさんの幸せがある一年になってほしいなと思うので、こちらのガジュマルを今回ご紹介させていただこうと思います。では本日もよろしくお願いします。はい、それではガジュマルの育て方の説明に入ります。でこちらのガジュマルなんですけれども、原産地は、沖縄などの熱帯地方に自生する、植物となっております。実は、ガジュマルこちら、ゴムノキの仲間となっております。皆さん知ってましたか？でこちらのガジュマルなんですけれども、観葉植物の中で、植物初心者さんに最もおすすめできる、観葉植物の一つなんじゃないかなって思います。それくらい、簡単に育てることができて、しかも可愛いです。ただ、お水やりのポイントとかそういうところを少し間違えてしまうと、このせっかく可愛い、この可愛いこの木の幹の部分ですね、ここがブニブニになってしまったりとか、あとこちら上の葉っぱのところに虫がついたりしてしまうので、こちらのポイントを押さえながら説明させていただければと思います。まずこちらガジュマルの置き場ですね。置き場に関しては、日当たりの良い、直射日光を避けた場所でお願いします。やっぱり日当たりが悪いと、この芽の部分というか葉っぱの部分ですかね、ここがぐんぐん光を求めて、こう徒長っていうんですけど、ぐんぐん伸びてしまうので、しっかり日を当てることによって葉っぱがこうギュッと詰まった可愛い姿で育ってくれます。ただ、直射日光当ててしまうと、この葉っぱの部分焼けて変色してしまうので気をつけてください。次に水やりについてですね。水やりに関しては、春から、秋まで、成長期に関しては表面の土が乾いたら、そこから出るぐらいもたっぷりとお水をあげてあげてください。でちょっと気をつけてほしいのが、冬場の水やりの仕方についてですね。こちらのガジュマル、この幹が先ほども言った通りぷっくり太ってるんですけど、ここにすごい多くの水分を溜め込んでいます。なので冬場は下がずっと湿ってる状態だとなかなか乾きにくいので、根腐れを起こす可能性が高いです。なので冬場は春から秋の水やり頻度よりもぐっと抑えめにして、乾燥気味に育ててあげてください。一つ体験談なんですけど、私もガジュマル育ててるんですけど、一回ですね、いつだったかな、大体秋くらい、9月から12月くらいですかね、3ヶ月間ぐらいガジュマル一回もお水あげなかったことがあるんですね。でこの太ってる部分がシワシワになって、ごぼうぐらいの細さになっちゃったんですけど、それでもお水をあげたら復活しました。それくらい乾燥に強い植物なので、ぜひ乾かし気味に育ててあげてください。植え替えについてなんですが、ガジュマルに関してはだいたい2年に1回くらいは植え替えをしてあげた方がいいです。中で根っこがねぐるぐる巻きになって、水をなかなか吸えない状態になってしまうので、2年に1回くらいは植え替えをしてあげてください。
でその際の植え替えをするときなんですけれども、絶対に暖かい時期に行ってあげてください。今撮影しているのが1月の上旬なんですけど、今の時期ぐらいに植え替えをしてしまうと中でちぎれた根っこが、このおそらく土をかぶせてお水をあげると思うんですけど、そのちぎれた根っこの部分から冷えてこう腐ってしまうことがあるので、絶対に植え替えは暖かい時期に行ってください。はい、いかがでしたでしょうか。ガジュマルですね、もう形がもう個性豊かで、もうどれ選んでも可愛いなっていう感じなんですけど、こういったね鉢に合わせてあげるとよりそれぞれの個性が出てくれます。こんな感じでどうですか、どうですか、どうですか。まあ結構ねガジュマル和風の鉢に合うなっていう感じはするんですけど、ただいろんなね可愛い鉢に植えて楽しんでみてください。実際にこう横から見てみてもどうですか。あ、もうなんかお尻みたいですね。あ、もうこっちはなんかゾウさんの鼻みたいな大きさだったりとか、あそこのガジュマルくんはなんかだいぶ外に出たそうな足をしていますね。まあ、実はお店の中にはねもっとガジュマルいろいろあるんですけど、ぜひ見つけた際にはねいろんなガジュマルの形を見てみてお気に入りの子を選んでもらえると嬉しいです。それでは本日の動画の説明は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひまた次回の動画でお待ちしてます。バイバイ。それでよくガジュマルについての質問で聞かれることが多いのが、このサイズ感で育ててたらどのくらい大きくなるのっていう質問をよくいただくんですけど、実際にこちらの下の幹の部分がすごいこういった大きさになるのは結構な時間がかかります。ただ上の葉っぱの部分は伸ばせば伸ばすほどこうぐん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 成長していってすごい長さになっていくので、もしこのミニサイズ感で育てたいなっていう時はこの葉っぱの部分こんな感じでもチョキチョキと切ってしまって大丈夫です。時期によってはここの部分丸坊主にするぐらいでも全然生きていけます。春あたりになったらまた芽吹いてくれるので、お好きな部分で剪定していただいて大丈夫です。で逆にここの下の根っこの部分、ここをもっと太らせたい、こういうもうなんかすごいなんかラピュタに出てきそうな感じの根っこにしたいなっていう時は、ここの下の根っこの部分から根っこの部分、この辺ここから下を土に埋めてしまいます。そうするとここの部分は根っこなので、ここから下ですね土に埋まることによって水分をより早く吸ってここが大きくなってくれます。なんだろう、じゃがいもみたいな感じですかね。こう土に埋めてあげるとここが太ってきて、1年後ぐらいに掘り上げるとおそらくいい感じの大きさに太ってくれてるのではないかなと思います。